皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。静岡県の公立高校の合格発表、この形式が今回から少し変わります。今回からは県内公立高校の入試の合格発表がウェブのみになります。合格発表の日は3月の14日の正午、受験生はサイトで、ね、自分の結果を確認して、そして合格通知書を受験校に取りに行くと、こういう形になります。じゃあこれまではどうだったかというと、これまでは2021年からは合格発表、これは校内掲示とウェブの併願でした。そして合格通知書は各中学校に送られて、で中学校で生徒に手渡される、こういう形になっていたんですけど、今回からは自分でね、その受験校に行って合格通知書を受け取る、こうなるんですね。でこれに対して私の感想なんですけど、やっぱりね、こうみんな合格発表の結果を見に行って、その掲示板の前で喜んでいる姿、そういう姿を今まで見ていたので、これが見られないというのはちょっと寂しいです。今回は静岡県公立高校の合格発表の、仕方、これは変わるというお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。